レンラート・ストランドはスウェーデンの陸上競技選手。1948年ロンドンオリンピックの銀メダリストである。スウェーデン南部スコーネ県丸目出身。ストランドは1940年代に活躍したスウェーデンの陸上中距離選手である。第二次世界大戦によりヨーロッパ全土が戦場となる中、中立を守ったスウェーデンでは、 戦時中もスポーツが行われる環境が残っていた。そのような環境の中、1940年代のスウェーデンの中距離界には、グンデルヘッグとアルネアンデションという競合ランナーがいた。ストランドは二人のペースメーカーとして、1944年に1500メートルと1マイルの世界新記録の樹立に貢献。1945年に、 ヘッグが1マイルの世界新記録を受立した時のレースでは4位という成績を残している。第二次世界大戦後も飢餓に見舞われる国もあったが、競技から遠ざかっていた他のヨーロッパの選手たちもトレーニングが再開できる環境になった。1946年には戦後最初のヨーロッパ選手権がオスロで開催されることとなった。しかし、ヘッグとアンデションはアマチュア規定違反のため、 大会に出ることなく、競技から締め出されてしまう。しかし二人がいなくとも、層が厚かったスウェーデンからは、ストランドや彼のライバルであるヘンリー・エリクソンといった次世代のランナーが誕生してきた。オスロでは、ストランドが3分48秒0で優勝。エリクソンが2位と金銀を独占した。ストランドは、1947年7月15日には、 丸目で行われた1500メートルで3分43秒0ト・ヘックの世界記録に並ぶ世界大記録を樹立した。1948年ロンドンオリンピックでは、ストランドとエリクソンは優勝候補と目されていた。レースは激しい雨の中水浸しで滑りやすいトラックの状況の中行われた。1000メートルを過ぎ、ストランドとエリクソンが飛び出すと、 残り1周となったところで3位のオランダのビーム、スライクハイスに15メートルほどの差をつけた。ストランドはラスト100メートル、先頭を走っていたエリクソンをトライにかかるが、トライ切れずエリクソンが金メダル。ストランドは後ろから追い上げてきたスライクハイスと同タイムの2位となった。ありがとうございます。